はい、どうも、こんにちは、クレイです。というわけで、今回は、新ダルビッシュ投手初勝利屋対やっていきたいと思います。はい、ということでございまして、昨日ですね、ついにセレクション第2弾が登場になったんですけれども、まあ、まずですね、昨日のガチャ動画見てない方は、ぜひそちらの動画から見ていただいて、この動画戻ってきていただければ嬉しいなと思います。ネタバレをね、申してしまいますと、13選手、今回登場しているんですが、その中で一番最初にね、第2弾の中では一番最初に、ガチャで救うことができた、このダルビッシュ選手なんですけれども、まあ、このセレクションのね、開催への感謝というところも含めて、爆速で極めてきました。まあ、しっかりレベルだけではなく特殊能力等々もマックスになっております。であとはもう一人ですね、さらに鶴岡選手も、直後に引くことができまして、こちらもね、まあ、限界突破は残念ながら進まないんですけれども、しっかりとりあえずレベルマックスまで上げてきましたので、まあ、今回この2人で最強バッテリーを結成して共に初使用していきたいと思います。まあ、結構ねこのダルビッシュ選手新しい変化球等々になっての使用感気になってる方、まあ、特にガチャ回してない方とか、あとはもう引けたけどまだ育成途中だっていう方とかでね、結構気になってる方も多いかなと思いますので、今回ねしっかり発信していきたいと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、まずはですね称号チャレンジからやっていきたいと思うんですけれども、このダルビッシュ選手に関してはですね、とにかく請求 A にしたいですね。うん、なんとか請求 A を狙っていきたいっていうところなんですけれども、今現状の投手オーダーだとですねこんな感じになってまして、ダルビッシュ選手を入れるとなると、このね超精密スナイパーズのところでどうしても外れてしまうということで、なんとか請求 A まで持っていったら請求 A8 人コンボが崩れずにオーダーに入れることができるので、まあなんとかそこをとにかく上げに行きたいという感じでございます。ということで、まあ狙い的には請求プラス2ですねを狙っていきたいなと思います。でここは5枚がっつり使って星3以上に絞ります。一発勝負です。 A ランクは1枚しかありません。これを使ってなんとかオール A のダルビッシュ選手を誕生させたいと思います。じゃあ行きましょう、お願いします。さあワールドスターの A ランクダルビッシュを使って新ダルビッシュ選手につく称号は何か。うなる剛腕、9位上がっていく。いや9位上がっちゃったか。うわー、これは多分最終的に多分外すやつですね。9位スタミナの同値デフォで同値っていうところが熱いポイントなんですけど、いやなんとか請求だけ上がってくれればなって感じだったんだけどな。まあしゃあない。さあということでですね、とりあえずまず、練習戦の方で球筋確認やっていきたいなと思います。まず打者目線から来ましたね。さあ打者目線での新ダルビッシュ選手のまずストレートからの、これが高速カーブですね。はい、まあ、高速カーブが、まあ、後で投手目線でも見せるんですが、この高速カーブの回転はナックルカーブに近いかなと思います。で今のがスラーブですね。もし大谷投手のような高速カーブの動き方だったら、まあかなり脅威になるかなともともとは思っていて、まあこの大きいスラーブと高速カーブで見分けがつかないんじゃないかなと思っていたんですけど、高速カーブがまあナックルカーブみたいな変化になっているので、まあそこの見極めというか、まあ選択はかなりしやすいのかなっていう感じはしてます。ただまあどちらにしても結局今までにないタイプになってますし、まあ強いことには変わりないかなという感じではございます。さあということで投手目線で見ていきましょう。まずスラーブ、スラーブまあさっきも見たんですけどこんな感じになってますと。でちょっとさっき投げてないツーシームですね。ツーシームも B あるのでかなり動きますね。めちゃめちゃ動いてる。でスプリットがこんな感じでございます。あれダルビッシュ選手の投げ方ってこんなテンポ良かったっけ。二度押ししてからめちゃめちゃ速い気がする。なのでまあ基本的にはやっぱりツーシームスプリットがまあ現環境だとね、こういう使い方が強いとは思うんですけども、まあそれ以外にも本当にダルビッシュ選手も動画の中で話されてましたが、いろいろなタイプのピッチャーになれると、まあ、いろんな組み立てができるピッチャーだというふうに話されておりましたが、まあ本当にまさにそんな投手になっているのではないかなと思います。はい、ということでもうじゃあ早速ランク戦で使っていきたいと思います。さあということで初陣でございます。ダルビッシュ選手の初使用やっていきたいと思います。ランク戦よろしくお願いします。こっち先行ですね。お相手の方の先発は則本投手です。頑張ってやっていきましょう。さあまずはダルビッシュ選手に強力な援護点を捧げていきたいと思うんですが、ちょっとねランク戦自体もやるのかなり久々です。多分動画もリアタイの動画が最後8月生まれの選手のみでリアタイっていう動画以来、多分動画でリアタイやってないと思います。ちなみに、今回今キャッチャーも鶴岡選手にしてきてるんですよ。鶴岡選手の打順変え忘れちゃったんで、多分7番かな、森友哉選手がもともといたところの打順になってるかなと思います。さあまず先制したいな。どっちにしても表の攻撃なので、2イニング守れますね。うわーちょっと待って、マジか。今のもまっすぐ差し込まれてんのかな。よいしょ、これは超えるでしょさすがに。 OK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  帰れる帰れる。さすが松井和夫さん、
マジであの走塁がね素晴らしい。本当にベーランがねもうねどの選手よりも間違いなく多分積極的なんですよね。なんか体感ですけど、能力的にどうこうっていうよりかは、いやーっつった。まあいいや。はい、ということでダルビッシュ選手デビュー戦いきましょう。相手の方の並びも怖いですね。さあ、ダルビッシュ選手と鶴岡選手のバッテリーが再結成されました。いや、かっこいいなやっぱり。じゃあ行きましょう。能力避けられましたね。さあ、まずは何から入ろうかな。やっぱスラーブかな。ダルビッシュ選手の特徴的なこの大きなスラーブ、まあ見ますよねと。さあ、こうなったらじゃあツーシームいきますか。この新ダルビッシュ選手は打者目線で見ると何狙うのがベストになるのかな。でもやっぱりツーシームとかになるのかな。そこを狙う方が多くはなるのかなとは、あーちょっと荒れちゃったな思うんですけども、とりあえずじゃあスプリットを見せておきますか。やばい、ベストピッチが出ない。 OK。 さあ、カウントを稼いで同じとこにツーシームいきますか。よし、まあまだちょっとねダルビッシュ選手の、まあ、育成が完了してもう早速ランク戦で使ってるよって方ももちろんいると思うんですけど、まだそんなに多くないでしょう。ということで多分相手の方もそんなに見慣れてはないはず。このダルビッシュ選手高速カーブをどこに投げるかっていうところも結構ね難しいところではあるんですけども、これもちょっと狙われると怖い球ではあるかな正直。さあ、ツーシームを外に振らないか。まっすぐ、ずっとツーシームスプリット投げてきたところにまっすぐ、よーし、 OK、 ツーアウト。さあ、三者凡退で切れるか。初回高めにスプリットいきましょうか。よし、で逆に低めギリギリにボールになるぐらい、いいね。あーボールか。さあどうしよう、左バッターの配球の方がちょっと難しいかな。どうなんだろうな、まあ、やっぱりツーシームのね、その右ピッチャーのツーシームっていうところを考えるとやっぱ右バッターに強いかなっていうイメージはありますが、まあただここはしっかり抑えましたと。さあ2回点を取っていきたい。もう1点ぐらいは取っておきたいですね。1点だとちょっと怖い。いやーボール球だったけど落ちる。よし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 。さあ来ました、鶴岡選手初打席。まあちょっとねレベル70で特訓とかできてないのでそんなに高くはないですけど、能力的にも。ただここはダルビッシュ選手に捧げるヒットを打ちたい。でもバッティングフォームはね個人的に好きなタイプの、このね広いタイプ。よし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 、落ちた。よし、このねバッターボックスとストライクゾーンのこの距離感が僕個人的には非常に大事で、大山選手も結構広いじゃないですか。だから結構ね好きなタイプの選手なんですけど、鶴岡選手は正直弾道的にはかなり、まあ、打ちやすいとは言えないかなと思うんですけど、まあ個人的には、まあ、打ちやすい、フォーム的には打ちやすいなと思っております。よーし、タイムリー。 OKOK。 はい、ということでまあ結局1点しか取れませんでした。さあ最後しっかりダルビッシュ選手に抑えてもらいましょう。まあ言ってもこのダルビッシュ選手であれば2点あれば全然十分でしょう。できたいと思います。さあ最終回、お、右バッター来てくれたな。右バッターはやっぱりこのね内角に切れ込むボールになるツーシームと、まあ、スプリットがかなり有効になるかなと思うんですけど、高速カーブとかスラーブとかもこうバッター側から入ってくるのでかなり嫌なのではないかなと思うところではあります。さあスプリットちょっと中途半端な高さでいいボール、相手のスライダーをこうギリギリボールゾーンに、いいんじゃない。よし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 、今の完璧でしたね。 OK。 さあ内側に、さっき初球ツーシームいったところに同じとこからスプリット、よし、からのスラーブをギリボールぐらいに、あー見るか、マシャね。さあ高めにズドンと一球ストレートを見せておくからの、最後は低めに外れるツーシーム、どう振る。いやー見るか、見ますねこの方。さあじゃあラストボール、ここにスプリット、どうだ。いやー捉えられたけど取れる。 OK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 。 さあラストバッター抑えればダルビッシュ選手ノーヒットノーラン、完全試合達成です。よし、オッケー。ということで新ダルビッシュ選手めちゃくちゃ強いです。ありがとうございました。